ご視聴の皆様、こんばんは。本日はオンラインでの会見となりますが、ご視聴いただきありがとうございます。本日の司会を担当します、リングアナウンサーの渡辺大成でございます。どうぞよろしくお願いいたします。誰だろうな。大丈夫、声聞こえてるみんな。大丈夫かな。いつも通り声聞こえたらみんな OK で、はい。多分大丈夫かな。これより、9月24日に開催されます神戸ワールド記念ホール大会で行われる KOPW2023 争奪戦太一選手対翔選手の試合ルールに関してプレゼン会見を行わせていただきます。太一選手よろしくお願いいたします。で、どうした。いや、翔選手は何も連絡が来てないのですが。言ったの。はい、連絡はしましたが、全く連絡は返ってこない。言うは言った。はい、言いました。既読になったの。既読にもなってない。もう LINE 知ってんじゃん。既読になってないの。なってないですね、はい。もう日にちと時間は伝えたんです。まあ、何らかの次第だね。はい。まあ、今日来てないんで。まあ、来ないとはね、はい、まあ思ったけど、うん、まあ。まあ、8割9割方どうせ来ねえだろうなと思ったけど、はい、だからまあしょうがない。俺一人で、結局俺一人。あの、なんか文章とかでも届いてないの。何も来てないですよ。はい、何も。まあそういうやつだもんな、しょうがない。一切何も。あ、ありがとう。あ、こんな時間でね、千人視聴ありがとう。千人超えありがとうございます。ありがとうございます。でね、まあ一応やつ先生はね、はい、まあこんな小ファンだね、生配信であいつずっと喋る機会なんて今までなかっただろうし、はい、だからそういう場を設けてやろうと思って、俺の優しさで今日作ったもんね。ショーのファンとこう交流が持てる。そうですね、はい、だからやつに対して飛んだスーパーチャットはやつに 100% あげるよっていう条件を出したんだけど、はい、金ではなびかなかったか。そうですね、既読もつかなかった。何知ってんの。既読つかなかったって仲良しだなお前。どうしましょう、ルールの。そうね、プレゼンなんですけど、うん、まあちょっと数件だけスーパーチャット一応ね、賞に飛んでんの先に読んどいてやるか、俺が。スーパーチャットがノンタンから来てるのね。お疲れ様です、はい、仕事リアタイできないスーパーチャットが置いておきます。物好きな賞ファンでごめんなさい。ファン否定されたのかと思いましたけど、まあこれからも物好きなファンでいようと思います。どんなに否定されようともスーパーチャはもちろん賞選手宛てでお願いします。本当に行くのか不安ですが、ではプレゼン頑張ってくださいね。ショーファンからね、あれですね。小説見てますかね。見てるかな。あいつ YouTube の見方知ってんのかな。あとはそうね、あ、不平言うかね、これは大使さんに言ってね、ショーには飛んでません。あとまあまだ数件もらってるけど、まあスーパーチャットはこの後、はい、またゆっくり読ませてもらおうかなと。お願いします。はい、まあどんどんね、まあそうか、あいつが来ない限りあいつに飛ぶわけないの。そうですね、あいつが来たらまあみんなであいつになんか応援メッセージもやったら、多分見てないと思う。OK、うん、では、どうしましょうか。太一選手、もうちょっと待つ。もうちょっと待ちますか。もうちょっと待つ。5時とは伝えてるんですけど、時間潰してる。時間潰してる。喋れ。なんか喋れ。時間潰してる。時間潰してって黙って時間潰せって言ってんじゃないの。なんか喋らんかい。すいません。どうしますか、太一さんの、太一選手のルール、まあ、しますか。そうね。選手は、まあ、後でね。こんな5時、一番忙しい時間帯に、はい、まあね、1300人も見て来てもらってるんでね。まあ先に、俺のルールから。はい、いっちゃおうかね。はい、うん、チャンピオン太一選手よりルールの発表をよろしくお願いします。ね、まあ題して、いい、題してお願いします。俺からのルールは題して、はい、時間無制限、セコンド手錠高速マッチ。時間無制限セコンド手錠高速マッチ、はい、というのはね、なんぞやと、はい、それはなんぞやと、中身はね、要は
両サイドのね、セコンドをそれぞれで手錠でつなぐと。はい、手錠でつないでるといっても、まあ、その、イービルがこういう状態とか、東方がこういう状態ではなく、まあ、そんなことしたって、ね、しょうがないじゃないですか。そうですね。うん、まあ、あいつらがいろいろやりたいのはわかる。どうせね、介入するのはわかる。うん、でも、それをね、まあ、少しでも手段残して、やりたいとこもあるけど、優しさで。はい、で、こっちは陣営としてね、うちのファイブガイズのメンバーが全面協力してくれるということでね、はい、この手錠をなんと、真田とイービル、サナヤンとイービルで手錠でつなぐ。あ、そう。敵同士。敵同士。敵同士の手をつなぐ。つないで、うん。で、同期と裕次郎を手錠でつなぐ。で、タカと東郷を手錠でつなぐ。まあちょっとのぼじがね、間に合いそうにないということで、このシリーズは。まあ仕方なくタカということで。仕方なくメンバーって高さ、うん、いやいや、まあ、仕方なく高で今回は行こうかなと、はい、そうだから敵同士の手を手錠で繋いだまま試合をすると、はい、で、はい、うん、え、で今ここにはないけど、はい、もしこのルールを拒否した場合はこの試合は無効とすると、そこまで無効試合、無効試合、はい、もうなし、なかったことになる、KOPW はセコンドってことはリングサイドで、そう、リングサイドにいていいよって。だけどさ、あいつら入りたいじゃん。そうですね。うちらにこう引っ張られてね、この入りたいけど入れない状況で、ショーをぶっ倒せば、みんなざまみろってなんじゃない、悔しいでしょ。指くわえたまま下で見て。リングサイドで手錠をつないで、うん、まあ、試合を見る。そう。そうです。そう。だからこっちはもう守る。あいつらは入りたい。だからそこの駆け引きもあるんじゃないかな。もう最初から花からセコンドなしって言ったって、はい、あいつは絶対入ってくるじゃん。セコンドなしルールって言ったって、どうせうまいことして、レベリーどの方のして入ってくるんだから、あいつらは。だったら最初からそこにいればいいじゃん。そうですね。その場にいた上で、はい、あいつらの動きを潰すというのをいっぱい考えて、いろんなこと考えて、おぼろげながらではなく、くっきり浮かんできたの、このルールが。これが一番、セコンドをその場にいさせて、はい、そして奴らの、乱入を防ぐと、はい、これが一番いい。そしてその上で、俺と翔が試合です、もう正々堂々と1対1で決着をつける、こういうことです、私のルールは、はい、ありがとうございます。太一選手のルールは時間無制限、セコンド、手錠高速マッチと、リングサイドでファイブガイズのメンバーとハウスブトーチャーのメンバーが手錠をつないで、うん、手錠を拒否した場合は無効試合、無効試合となります。これがね、やつらにとってね、このざまみろ感を出す結末、もう一番これがいいんじゃないかなと思ってね、うん、もうサナエも同期もタカも全面協力してくれるってことなんでね、はい、おそらく両軍のね、手首が多分ズタズタになるぐらい引っ張り合いが始まるんじゃないかなと、はい、それも覚悟の上だとメンバーが言ってくれたんでね、もうみんなの期待にも応えて、はい、これサナヤンとイービルの試合の前に俺はきっちりこいつら全員肩をつけようかなと、ショートは肩をつけようかなと、そう思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ショウ選手のルールですよね。ショウのルールはなし、なし、なし。でこのじゃあこれで投票を行います。そう、対地ルールのみってことで投票を行います。投票する必要ないじゃん。投票、まあ投票するか、一応投票は一応、はい、投票して、投票はした方がいい、うん、じゃあ投票しよう。毎回してるから、前回しなかったし、そうですね、投票しますか。そのすいません、お待たせしました。すいません、お待たせしました。よろしくお願いします。翔選手はちゃんとルール持ってきました。到着されて、どれでも個室、どれでも個室、プロレスの試合においてルールはやっぱ一番大事なんで、どれでも個室、これだと違う、え、いや、ルールはちゃんと大事な、大事なルールを、ルールは一番大事ですよ。ルールは守る。ということで、私の君やってきたルールは、何の個室、翔選手のルールですね。はい、どれだお前、提案する。前回 KOPW がすごいもう生ぬるい試合だったんで、今回は先生堂々と戦う、ちょっと持ってきました。誰だお前、お前偽物だろ。こちらです。え、完全決着、10分1本勝負。
何完全決着10分1本勝負です。は10分1本勝負だけ、まあ、10分もいらない。秒殺。え秒殺できる。これ小さいよ。ルールはルール。まあ、声小さいよ。何言ってるか。ルールはルールなんで、そういうの。もう一度、カメラに。完全決着。何ちゃんと見せろよ、この野郎。言うよ、なんだって。完全決着10分1本勝負。下の、なんか下のよ。そのでっかい文字の下。なんか書いてんだろ。もう大切。これ読むよ。どれ知っていいですか？なんで10分1本勝負だってこと？なんだよ。なんなんだよ。ちゃんと読みます。完全決着10分1本勝負。で、下がですね、10分時間切れの場合、翔選手の勝利。太一選手は、ブラックメフィスト禁止。これ正々堂々と戦いたいんで、これでもうようやく、これイーブンでこれ、完全決着ですけど。はぁ、引き分けになったら何でお前勝ちになる。これでイーブン、これはルール、もう仕方ないです。これはルール。はぁ、必殺技禁止 ?10 分だったら、勝負でしょ。何お前が勝ち引き分けだったら。これルールで仕方ない。何つルールどうぞどうぞ。耳でタッ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 タ止めて何言ってんだこの野郎。ちょっと止めて危ない危ない。ルール守って、ルール守って。てめえだろ、ルール守んねえ。ルール守りましょう。大丈夫、教えてください。ルール守りましょう。てめえの都合のいいことばっかり言ってんじゃねえよ。何書いてんだこれ。10分、完全決着10分の交渉。先生が思うと思う。逃げる場合は翔選手の勝利、太一選手は。なんだよこれ。したよ。もう一個書いてんじゃん、なんか。おい、なんだよ、それてめえ。それは。字が小さくて見えねえよ。なんで書いてんだよ、それ。隠して、なんか隠してる。ちゃんとやれよ、お前。ちゃんとやれっつうんだよ。読んでほしいですか。何？体重差、その他を考慮して、追加ルールあり。はい、でもこの俺が強すぎて、ハンデを上げるかもしれない。何言ってんだてめえ。なんだこれ。勝負をちゃんと見せないと見てる人に。俺が強すぎて秒殺してしまうかもしれないんで、多分ルールも後から取ったらハンデをちょっと上げれるように。なんだ、何これ。字が小さすぎて読めない。ふざけんなよこの野郎。こういうことばっかりだろ、なんてね。ほんと正解ことしか言わないんだ。先生どういうことばっかりしか。ルールなんか仕方ない。こんなの誰が投球するんだよ。スパチャ。スパチャ。スパチャ全額勝ち。スパチャ飛ばせねえだろって。翔選手のルールは。読んでみろ。まあまあ飛んでんじゃん。翔さんへ頑張ってください。翔くんマジ愛してます。翔選手応援してます。お城を建てましょう。敵地にわざわざ一人で出向く。名前も読んでやれよ。ゆきみさん、翔さんへのスパチャです。敵地にわざわざ一人で出向くのさすがです。応援してます。先生、労働やったりましょう。先生、労働、戦います、一人で。連れてこねえんだろ、先生。もちろんです、もちろんです。嘘つけよ。もちろんです。嘘つけよ。先生、労働、戦います。一対一の。男同士の1対1の完全決着の勝負をもう10分1本勝負でやろうっていう。なんで引き分けになったらお前の勝ちなの？それルール仕方ない。ルール仕方ない。そのルールだ。ルールは守る。絶対。ルールは守る。守ったことねえじゃねえか。ルールは絶対守る。このプロレス、全然ルール守ったことないじゃん。お前何やってんだよ。ルールは守んないと思う。やったことねえだろ。だからお前人格破綻だって言われんだよ、お前は。ルールは守る。人格破綻してんだよね。いえ。ルールがちゃんと。なんだこれ。二重人格だこいつ。あ、赤スパーですね。何？初スパー失礼します。誰？翔くん来てくれてありがとう。翔くん、夢さん、出演料です。
1万円。それは約束だからやるよ。振り込み先書いてください。それはやるよ。約束は。これだ。決まりです。24日このルールに決まりました。よろしくお願いします。ありがとうございました。翔選手スパチャが取りました。ココンプゲンゲさん、翔選手への KOPW キャッスル台です。頑張れ。これは翔選手の提案のルールが完全決着10分1本勝負。こんなんでいい？10分時間限の場合は翔選手の勝利。太一選手はブラックメディスト禁止。なお体重差その他を考慮して追加ルールあり。完全に俺の不利なことしか書いてないじゃん。こんなんでいいの会社。これが翔選手。これ認めんのこういう。なあ。それがやり方か。新日本のやり方かそれが。認めるのか。はい、対戦して投票で決めていただいて。マジで、マジで舐めてるな。ちょっともう一回 A、B 両方。はい。うん。あ、今準備してるわ。これを。これを投票で決めます。明日ですね。明日の9月14日の午前10時から。17日日曜日の午前10時までの3日間で投票を実施されます。 X 過去旧 Twitter のシニアプロレス公式アカウント、日本語版英語版で3日間実施されます。9月14日の午前10時から9月17日午前10時まで3日間、皆様投票のほどよろしくお願いいたします。こんなもんよ。面白かって入れそうじゃん。いや、どっちなんですかね。まあいいよ、いいよ。まあ、はい、まあいいよ。いいよ。ぐずぐず言ったらしょうがない。はい、俺は受ける立場だし。いいよ。やってやれよ、これ。いいよ、いいよ。はい、10分以内でやればいいんだ。そうですね。まあ、早い。それだけだ。はい、10分以内で潰せばいいんだ。いいよ。やるよ。なんだな、その、何？追加ルールあるって。追加ルールありが、これはいつ発表されるのかな。わからないんですけど、体重差その他を考慮して。そんなありなの？後出しじゃんけん。いつ発表されるのか。20分あいつが何、ずっと握ったらあいつの勝ちになる。そうですね、10分時間会場の隅まで走ってた。あ、そうなりますね、翔選手。何がそうなります？なんでお前向こうの方も。いや、この提案されたルールだと、そういうことで。まあね、ピヨジローの言う通り、いや逆にそれぐらいのハンデがあってちょうどいいかもしれないです。まあ、まあまあね、確かに体重差はあるし、はい、ああまあいいよ。俺も男だよ。やってるやつ、これで。いいよ。これで決定でいいよ。明日の午前10時から3日間、投票開始となります。皆様、投票のほどよろしくお願いいたします。以上で。まあ、ショーはね、今日はどうせ来ねえとは思ったけど、逃げも隠れもせず来たし、それに、私は太一が好きだぞ。いや、太一お前なんて、翔に負けちまえ、バカと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしく。以上で KOPW2023 争奪戦の試合ルールに関してのプレゼン会見を終了いたします。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。夜は8時半ぐらいから、最後、オンリークライムというゲームやるから、みんなよかったら遊びに来てくれ。また夜、会おう。今日はありがとう。ご視聴ありがとう。Stop!